気持ち悪い。江戸時代から現代へタイムスリップしてしまった寛平さんが長野県諏訪市で珍道中。驚きのグルメと出会い、湖では釣りに挑戦、そしてまさかのハプニング発生で寛平さん大慌て。ほらボロボロと垂れてきたし、もうボロボロ垂れてきたし。時をかけるアメマ、寛平さんと見てねー。